ストライクガンダムにはいくつかのバリエーションがある。今回はその中から6機体の解説を行う。最初にストライクガンダムの概要を解説する。型式番号 GATX-105 ストライクガンダムは、アニメ機動戦士ガンダムシードに登場する。試作型マルチモードモビルスーツである。主なパイロットはキラヤマトで、その後ムーラ・フラガに受け継がれた。ザフトの最新鋭モビルスーツに対抗するため、地球連合大西洋連邦はモルゲンレイテ社と秘密裏に協力し、独自のモビルスーツシリーズ G 計画を開発した。71年1月25日、スペースコロニーヘリオポリスにて、5機の試作機が極秘裏にロールアウトされた。しかし、そのことに気づいたザフトがコロニーに潜入し、ヘリオポリスの戦いで4機のモビルスーツを奪取。その中で唯一ザフトの手を離れ、マリューラミアスと民間人コーディネーターのキラヤマトが操縦したのが、本機、ストライクガンダムである。キラはストライクの不完全な OS を書き換え、本来の性能を発揮できるようにし、ザフト軍との戦闘に投入したが、コロニーの破壊を防ぐことができなかった。この戦いの後、ストライクはキラに託されることになった。そして、キラはアークエンジェルのクルーとなり、地球へ向かう途中、追撃してくるザフト軍と戦うことになる。極秘開発された5機のうち、医療フレームを持つブリッツやイージスからフィードバックを受け、5機中最後にして最も洗練された機体である。最大の特徴は独自の装備乾燥機構ストライカーパックシステムである。このシステムは、バックパックなどの装備を戦況に応じて適宜乾燥することで、他の初期 GATX シリーズ機と同等以上の性能を一気で付加することを目的としている。また、任務に応じて装備を変更するため、余分な重量を軽減する効果もあった。また、各ストライカーには機体の予備電源を兼ねたバッテリーが内蔵されており、戦闘中に母艦から排出されたストライカーパックを乾燥することで、後方で燃料補給を受けることなく瞬時に前線に復帰することができる。キラヤマトの機体は、大型可変翼とスラスターで機動力を高め、ライフル、シールド、サーベルを装備して、汎用性の高い戦闘を行うエアストライカー、巨大な剣を装備して接近戦を行うソードストライカー、高出力砲を操作して遠距離砲撃戦を行うランチャーストライカーと、状況に応じて使い分けられていた。物語の前半では、これによってキラヤマトは様々な戦いに勝利していく。71年4月17日、イージス艦との交戦中に本機が空中分解して放棄され、戦場近くにいたオーブに回収される。この際、オーブはストライクを自力で修復し、稼働率を上げるために潤沢な予備パーツ一式を製造した。また、OS も自然なものに変更された。本機に採用されたストライカーパックシステムは、後に地球連合軍のダガーシリーズやザフト軍のザクシリーズ、セカンドステージシリーズのインパルスや、ライブラリアンの再生機等の量産機にも採用された。オプション兵装の新しい設計思想の確立が大きな影響となった。地球連合軍は105ダガーとその略称であるストライクダガーを直接量産型として生産した。オーブ軍の M1 アストレイも、本機のエアストライカーの影響を受けたバックパック構造となっている。ここからは本機の兵装を解説する。75mm 対空自動バルカン砲塔システムイーゲルシュテルン。頭部の両側に搭載された対空防御砲。ミサイルの迎撃や軽装甲車両の破壊などに使用される軽射撃兵器。対装甲コンバットナイフアーマーシュナイダー。ストライクのサイドスカートアーマーには、折りたたみ式のコンバットナイフアーマーシュナイダーが2本収納されている。機体からの電力供給を必要とせず、投擲可能で、刃は高速で振動し、PS 装甲以外のほとんどの装甲を貫通することができる。
57mm 高エネルギービームライフル、サイドスカートアーマーに収納可能で、陣を一撃で容易に破壊することができるが、アンチビームコーティングを施した機体にはほとんど効果がない。サイドにシフトできるハンドルが追加されており、ストライクがライフルを連射する際の安定性を高めるために使用されることが多い。ストライクバズーカ、オプションの射撃武器で、炸裂弾を発射し、4本のマガジンが装填されている。通常兵器であるため、バッテリーを消費せず、戦闘の耐久性を高めることができる。また、ビームライフルと異なり、水中での使用が可能であることも利点である。デメリットは、サイズと重量が大きいため、ビームライフルと比べると、機動性がやや劣ることである。グランドスラム対艦刀、ザフトが開発した大剣だが、ストライクでは敵モビルスーツを倒すために使用される。本機の最大の特徴は、ストライカーパックシステムである。これは、特定の機能に特化した装備一式ストライカーパックを、リアコネクターや肩、腕など機体の各部位に選択換装することで、機体の特性を変化させ、様々な戦況に対応できるシステムである。また、メインシリーズで使用されているバックパックにはバッテリーが搭載されており、戦闘中にバックパックを換装することで、稼働時間を若干延長することが可能である。ストライクを含む初期の G シリーズは、PS 装甲とビーム兵器の併用により、バッテリーの消費が激しいという欠点があった。このバックパックに予備電源の機能も持たせたことは、ストライクの戦闘続行能力の向上に貢献した。また、汎用性が高いためか、本編ではストライクは、エールストライカーのみを装備していたが、戦況等に応じてソードランチャーを装備することもあった。また、発信バンク用に、エール、ソード、ランチャーを装備した3バージョンが作成された。第29話では、すべてのストライカーパックが活用される。ランチャーで敵ユニットを迎撃し、エールに換装して空中戦を行い、敵ユニットの連携を崩し、地上戦ではソードを使用する。ストライカーパックはバッテリーを積むという特性から稼働時間が大幅に延長され、イージス艦をフェーズシフトダウンに追い込んでいる。このシステムの採用により、本機は当時の MS の中でも突出した強さを発揮し、その後開発された MS に多大な影響を与えたのであった。ここからはガンバレルストライクの機体解説を行う。本機は機動戦士ガンダムシード MSV に登場する、地球連合軍の試作型モビルスーツである、ムーラフラが専用機として計画され、ガンバレルストライカーをストライカーパックとして搭載、ワイヤーガイドガンバレルポットを装備、これはムーのように高い空間認識能力を持つ者だけが制御可能である。また、ストライカーのガトリングガンを使用できるようにした機体である。ガンバレルストライクは標準装備のビームライフルとシールドを備えているが、地球軍にとって、これまでにストライクが挙げた戦果が、コーディネーターの少年によるものであるという事実は認めがたいものがあり、それを隠しナチュラルによるものとして喧伝すべく用意された。都合の良いことにストライクの母艦であるアークエンジェルには、グリマルディ戦線の英雄として名高いムーも乗艦していたため、プロパガンダには最適であった。ここからは武装の解説を行う。優先式ガンバレル。ガンバレルストライカーに4機装備されている遠隔誘導兵器、空間認識能力の高いもののみが操作でき、機体から分離することでオールレンジ攻撃を可能とする、光ケーブルを介してコントロールするため、断線されたガンバレルは操作ができなくなってしまう。レールガン1門の他にミサイルを2発搭載しており、メビウスゼロのガンバレルと比較して1機あたりの火力が強化されている。しかし、どちらも実弾兵器なので、フェーズシフト装甲を採用した機体が相手だとダメージを与えられない。ここからはパーフェクトストライクガンダムの機体解説を行う。本機は機動戦士ガンダムシード HD リマスターのアイキャッチに初めて登場し、その後 HD リマスターの第36話でデビューしたモビルスーツである GATX-105 ストライクガンダムの重武装型であり、
ムーラ・フラガが登場する、パーフェクト・ストライク・ガンダムは、ストライク・ガンダムに、マルチプル・アサルト・ストライカーを搭載し、エール、ソード、ランチャーのストライカーパックの特性を統合した構成である、マルチプル・アサルト・ストライカーは、改良型エールストライカーパックを中心ユニットとし、主翼をやや交代させて対艦投手ベルトゲベールと、ハイパーインパルスキャノンアグニを搭載し、背面にバッテリーパック4つ装着してエネルギー消費の増加に対応した、マルチプルアサルトストライカーによって、本機は強力な武器であらゆるレンジで戦うことができるようになったが、2つの大きな問題があった。1つは、重量増による機動力の低下、もう一つは、武器の種類が多いため、効率的な運用が難しいという点である。これらの問題から、パーフェクトストライクガンダムは、一度しか実戦配備されなかったが、パイロットであるムーラ・フラガの腕により、高い操作性を発揮することができた。ここからはドライブストライクガンダムの機体解説を行う。本機はオルタナティブプロジェクトに基づいて最初に製作されたストライクガンダムの再建造機に、多目的ツールカレトブルックを装備させた形態である。計画のコンセプトが追加装備による機体性能の向上であるため、最初期設計が活かされている。なお機体名のドライブはウェールズ語でドラゴンを意味する。このストライクはローグールによって再建造されており、カレトブルックを最大限活かすべく、背部のストライカーパック部に、カレトブルック装備用の自在アームと制御装置が組み合わせられている。肩部にはジョイントが追加され、ここにもカレトブルックの装備が可能となっている。ここからはストライクガンダム IWSP の機体解説を行う。本機は機動戦士ガンダムシード MSV に登場する機体である。パックの名称 IWSP は、インテグレーテッドウェポンストライカーシステムの略で、統合兵装を意味する。IWSP は PMP 社が考案した汎用ストライカーパックで、ニュートロンジャマーの影響を受ける戦場での MS の生存性と、単体能力の向上を目的としたブロック5という企画に準拠している。また、オーブ連合主張国のモルゲンレイテが提案した、単機能ストライカーパックの対抗案であり、統合武装の名の通り、これにより、目まぐるしく変化する戦況に対応するため、戦闘中にパックを交換する必要がなくなり、その都度機体の特性を変化させることができる。高性能センサーを搭載したレールガン、単装砲、対艦ソード、攻守一体のシールドなどの重武装を施し、過剰なまでの攻撃力を発揮する。また、火器管制のために、ストライクの FCS をサポートするコプロセッサを搭載している。重量増と重心モーメントが後方に偏ることによる機動力の低下を補うため、後部に2機のスラスターと3対の空力翼を設置した。軍が求めていた近中距離での高い機動力と総合戦闘力、艦船や MS に対する接近戦能力、射程外からの超長距離火器による砲撃能力を実現し、究極の装備品という開発目標にふさわしい、汎用性の高さを手に入れたのである。しかし、機体の重心バランスに難があること、主翼やレールガンが外側に張り出したデザインのため、宇宙や低重力環境でのアンバックの制御が困難であることなど、課題も残っている。また、パックの構造が複雑化し、整備性や信頼性の低下、コストアップ、武装や電気系統の重量化による消費電力の増加などの問題が生じている。消費電力の問題については、PMP 社はフェーズシフト走行の効果を軽視する一方で、高性能な小型パワーパックを開発搭載すれば問題ないと考え、問題解決を前提に消費電力を過小評価していたが、技術力では通用せず、パワーパックの開発作業は遅延してしまったのだ。結局、解決しないまま試作が開始され、最終的に採用が見送られたのであった。ちなみに、このパックには、型番に試作を示す X がなく、1となっていることからもわかるように、
当初から軍からの期待が大きかった。ここからはライトニングストライクガンダムの機体解説を行う。本機は機動戦士ガンダムシード MSV に登場する機体である。ライトニングストライカーは地球連合軍の要請により、ストライクガンダムの稼働時間を 150% 延長するために開発された、ストライカーパックである。また、バックパックにはヒートベント、速去センサー、バーニアを内蔵した、コンポジット一対が搭載されている。本機の主な武装は7031式電磁キャノンであり、遠距離狙撃用として設計されており、未使用時には前腕部下に2分割して収納でき、この状態で右前腕部下は射撃武器として機能する。もともとストライクガンダムはその高性能から、高い消費電力という代償を払うことになった。そこで、稼働時間を 150% 延長できるストライカーパックが開発された。しかし、パワーパックを大型化すると、機動力の低下を補うためにスラスターが必要になり、その分排熱が発生して冷却装置が必要になり、さらに重量が増えるという悪循環に陥ってしまった。この問題を解決できないまま、ライトニングストライカーの開発は棚上げされてしまった。ライトニングストライカーの開発はその後、オーブ連合の兵器メーカーである、モルゲンレイテ社が継続し、大容量パワーパックと高性能な小型冷却システムの開発に成功し、それまで悩まされていた問題を解決することができた。ライトニング1号機は、オーブから脱出した出雲急戦艦草薙内で組み立てられ、ムーラ・フラガが登場するストライクガンダムに装備された。テスト中に突発的に発生した戦闘で破壊された。破壊されるまでのデータによると、ライトニングストライクガンダムは、攻撃兵器としてよりも、味方モビルスーツへの電力補給装置として有効であったという、要求を満たすパワーパックはすでに民間市場に存在しており、ライトニングストライカーの開発は軍産複合体と、軍首脳部の裏取引によってのみ続けられたと、複数の関係者が証言している。しかし、その真偽は不明である。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。